はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。今日はですね、こちらにあるこの器に後ろにあるこのね、お花を使って、まあ、今お盆中なんでお供えのね、フラワーアレンジメントを作りたいと思います。そこでね、ちょっと今までのことで反省点があります。今までね、こうフラワーアレンジメントの作り方とかブーケの作り方なんかをたくさんね、こう上げてきましたけれども、ちょっとね、プロ向きだった気はします。なのでこれからね、例えば今までお花を触ったことないとかね、アレンジなんかもちろん刺したことない、花束なんかも作ったことないって人でもこうすぐに分かるように、すごいちょっとね、こう説明を多くしていきたいと思います。ですからもうこれからね、今日初めてこれフラワー TV 見てくれた方、もうこのままフラワー TV を見続ければ必ずお花をね、生けられるようになります。っていうのがこれね、実はね、僕の願いもありまして、今ね、日本ではこのお花を生けられる人がどんどん減少してる、減っちゃってるんですよ。ですからもっとね、こう日本らしいフラワーアレンジメント、まあ、昔は生け花だったんですけれど もう今ね、生け花やれとはもう本当に言いませんので、もうフラワーアレンジメント、日本らしいフラワーアレンジメントをぜひ習得していただけたらと思います。そしたらね、こう家でちょっとお花があったらささっとこう生けられるとかね、会社でね、ちょっとお花を上司の人が持ってきたらパッとこう生けられちゃうとか、はたまたこう、まあ、彼氏でも彼女でもいいんですけど、どちらかがこうパッとお花なんか生けちゃったらちょっとかっこいいと思いませんか。そんなね、シチュエーションがたくさん増えるように、僕はこう皆さんに僕の技術をどんどんこう出していきますので、皆さんはどんどん吸収していってください。ではね、早速始めていきたいと思います。ではこちらの花材を使って今日はアレンジメントを作ります。では行ってみましょう。スタート。